人に救われた人生でしたし、本当に誇りを持ってやってるんで、ホストに出会えてよかったと思います、僕は。中身がしっかりしてる人なんで、まあもう、人間としてもホストとしても尊敬できる人ですね、そんな人です。何でも話せやすいような、はい、もう存在の人だと思うんで、堀さんのこと苦手とかいう人見たことないです。いや、こちらこそありがとうございます。ちなみに今日って僕の取材ですか？中卒です。はい。高校に行かなかった理由なんかある？いや、シンプルに勉強が嫌いやったっすね。僕極端に頭悪かったんで、そう、なんか 1.2 倍か 1.3 倍ぐらいの工業高校の面接、その受験です、に落ちて、その私立の男子校の受験になるってなった時に僕それバックれたんですよ。で、それでまあ仕事するからいいじゃないみたいな感じになって、気づいたらもう完全に高校には行けず。ホスト始めたのっていつ？僕17歳ですね。だから本当に年上しかいなかったですね、始めた時は。ホストやろうと思ってきっかけってなんかあったんですか？いや、アルバイトとかも全く続かなくて、はい、そのちゃんと自分に合った仕事って何なんだろうと思って、たまたまその地元の先輩がこっちにいて、はい、で気づいたらやってみようかなみたいな流れから、18歳になるまではやっぱやっちゃダメみたいな、その何ていうんですか、まあ水商売のルールみたいなのがあったんですけど、はい、当時その先輩が紹介してた2部のお店だったらできるんじゃないみたいな、グレーというか、もう怪しい感じではあったんですけど、で始めたって感じですね。めちゃめちゃ悪いイメージだったっすね。なんかもうそれこそ騙すじゃないですけど、はい、そのまあお酒を飲んで女の人と話して高級を取るみたいな。初めて思いましたけど、なんかその簡単じゃなかったですし、やっぱその結局人と人なんで、なんか関係性とかもしっかり作っていかないと。堀さんも今の年齢って出しても大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。27っすね。でも本当10年前ぐらいに始めた。そうです、そうです。歴が長くて、やっぱ経験値もどん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 積んでいって、でもう後輩とかも、もう慕ってる、慕われてる先輩ですし、僕も何でも話しやすいし、多分お客様も何でも話しやすいような存在の人だと思うんで。大井さんに特に助けられたの？全部っすね。めちゃめちゃ怖かったですよ。中学校ってあんまりその上下関係厳しくなかったりするじゃないですか。あとあんまり関わんなかったりするじゃないですか、意外と。なんでその僕あんまりその上下関係とか学ばずにパッとホストに入ったんで、私はやっぱその敬語タメ口だったりがやっぱりそのすごい指摘されて、口の聞き方はなんちゃらだったりとか、その先輩に言われたことは絶対じゃないですけど、やらされてなんだこれって思いましたけど。10年前だと文化とかも違うのかなと思って。でもそうですね、やっぱ僕めっちゃ髪の毛長かったですし、筋盛りっていうんですか、あとやっぱその買ってもらうもの、服とかもらう服もやっぱテカテカしてたりしたんですよ。あとシュッと尖ったブーツ、なんていうんですか、ブーツっていうんですかね、まあ、今思えばダサいですけどね、まあ、当時はでもあれかっこよくて欲しかったんですけどね。はい。その一番初めに始めたお店の名前って出しても大丈夫ですか？はい、あ、大丈夫ですよ。 F ソウルってところでしたね。一部二部があったんですけど、その F ソウルっていうこういうポーズしてました。あ、なるほどね。ライオンズマンションっていうんですかね。5人ぐらいいたんですけど、なんかまあその半年に一遍ぐらいはキープアウトみたいなの貼られてましたからね。マジですか？なんかあったやろうなって、あんま僕その怖かったんで突っ込まなかったですけど。大井さんがその寮に入るとき、はい、そういうマンションになってることはつけたんですか？全く知らないです。はい。エレベーターとかも譲った方がいいよみたいに言われてたんで、まあ確かによくよく考えたら、あ、そういうなんか怖い人がいるから。未成年だったっていうのもあって、自分で家も借りられなかったんですよ、最初。でもちろん最初やっぱお金も持ってないですし、もうなんかその住むところもどうしようどうしようって感じで、寮があるよっていうのも、そのホストクラブに寮があるっていうのも初めてそれで知ったんで、僕。はい。当時はなんかそのナンパっていうんですかね、に出なきゃいけなくて、その僕2部営業だったんで、朝だいたい日の出オープンなんで、まあ、冬だと6時半とか、夏だと5時半から6時にオープンするんですけど、パッて出勤して12時ぐらいに終わって、そこからみんなで電車でそのちょっと遠くに行ってナンパして、で僕そこで出会った子が、まあその俗に言う最初のエースっていうんですかね。
だったんで、結構割と3ヶ月4ヶ月目ぐらいでピャッと売り上げ自体は立った気がしますね。はい、そうそう、あとビラも配ってましたね僕。初回どうですかみたいな。決まったように言ってたんですけど、葵さんどうですか。第一印象ですよ。タイプじゃないです。タイプじゃない。優しいやつ。いやいや素晴らしい。どのぐらいストーリーが良かったんですか。1年半とかじゃないですかね。今でこそその当時の代表と一緒に飲ませてもらったりするんですけど、なんかまあその人があまりにも怖すぎて、で要はその遅刻したりしたら結構まあそのまあやっぱ若干その暴力とかもまだちょっと名残があるというかあったんで、でその未だに覚えてるんですけど、クリスマスの日にあのハンドベルっていうんですか、あのフラッシュモブみたいなベルの練習があって、今一緒に働いてるカイトって子がいるんですけど、その子と僕が当時同じ寮で、二人とも結構寝坊癖がすごかったんですよ。でそれで案の定そのグループラインで明日の練習は絶対寝坊すんなよみたいな言われて、僕寝坊したんですよ。でカイトに起こされて、お前やばいよみたいな、俺らやられるよっていう話をしながら飛んじゃったみたいな。やめた時からそんな感じだったんですね。そうですそうです、しっかり飛びました。コスト業界最大サイズ、自社 LED トラック完備、東方ビル前超一等地、超大型 LED ビジョンであなたの知名度も爆上がり、月間売上1000万オーバー早見優太、年間組数1000本突破矢上明人、年間売上1億オーバー兼初回組数毎月100人オーバー、第3期メンバータイムアップキャンペーン実施中、詳細は概要欄をチェック。